皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日も新三国無双 M やっていきたいと思います。ということでね、皆さんこのイベントあってるの知ってました？ここに書いてあるイベントなんだけど、1月15日月曜日から、闘技場プレイイベントっていうのが始まっていました。僕知らなかったんですよねこれ。29日まであります。で、プレイ回数に応じて、先方ガチャ札がもらえるということでね、皆さんどんどんねこの闘技場で戦ってみてください。はい、というね簡単なお知らせでした。で、今日の本編はですね、この無限の塔についてやっていこうかなと思います。はい、こちらのイベントもあっているんで、この塔のね、おすすめ武将などをね今日はお話ししていきたいと思います。今日はですね、この義についてやっていこうかなと思います。よかったらね最後まで見ていってください。さらによかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ではやっていきましょう。ということでね、始める前にやってきました、毎日再分岐ちゃんのお時間です。皆さん今日もありがとう。ということでやっていきましょう。はい、今日もね、まあ少し引いて、まあ出たらもう満足でやめようかなと思います。いきます。はい、ちょうどなんかガチャ札も溜まってたんで、まあ少し引いていきたいと思います。さあ来い紫。まあでもね、最近特殊ガチャもね意外と出てくれるんで、まあその辺はね私評価してます。うん、なんかね、がっつり引こうと思ったら全然出ないくせに、こうやって毎日毎日ね日にちを区切ったら出るようになったんで、皆さんもね出ない時はね一旦やめた方がいいかもしれない。うん、連続して引き続けると、なんか沼にはまる気がする。うん。だから皆さん気をつけてください。行きましょう。さあ、コロ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 、パーン、来た。ほら。やっぱりね、こうやって毎日ね、日をまたぐと出るんですよ。うん。まあ、ただし、蔡文姬ちゃんが出るとは限らんけどね。これで。うん。これを裏切られてきたのが私、ヨッシーなんで。うん。ご覧に入れます。ご覧に入れます。皆さん、ご覧に入れますね。行きます。ぎ。あ、来た。やっぱ来るんだよなぁ。こうやって日にちを分けると不思議なもんでね。ありがとうございます。美しき旋律を奏でましょう。奏でましょう。未来を、未来を照らしましょう。照らしましょう。皆さん照ってますね。いい感じで、よかったよかった、ありがとうございます。はい、ということで本日もお会いすることができました。では本編に行きましょう。はい、ということでね、本題の方をやっていきたいと思います。無限の塔義についてやっていきたいと思います。ということで、ヨッシーがおすすめするパーリーは、こちらのパーリーになっております。はい、ということでまず1人目、ソウジンですね。はい、いかちい男になっております。はい、で、2人目がですね、蔡文姬ちゃん、うん、ですね。で、はっきり言いますね、はっきり言うと、蔡文姬ちゃんの枠は、皆さんのお好みにしてください。はい。別にね、蔡文姬ちゃんは、ここではね、確定ではないと私的には思ってるんで、ここは自由枠。はい。で、最後に、ソウソウ。うん、ソウソウ確定かな。ソウソウと、ソウジンは、結構私的には、いいキャラクターじゃねえかなと思います。はい、ということでね、宋仁の簡単な説明についてね、お話ししていきたいと思います。固有戦法がですね、部隊の武将が攻撃を受けた場合 12.55% の確率でダメージを受けない、これが強いんですよね。うん、で、部隊の武将全てが義陣営武将の場合、最大体力が 25.1% 上昇ということになっております。はい、なので、かなりね、これ見てもらったらわかるけど強いキャラクターになってます。はい、でさらに言うと、やっぱ義陣営だと力を発揮してくれるんで、この無限の塔ではね、かなりいいキャラクターだと思います。はい、で、次のキャラクターいきますね。はい、次のキャラクターがソウソウなんですが、こちらの固有戦法はですね、味方の義陣営武将の攻撃が命中時 5.92% の確率で 0.89 秒間凍結を付与することができるということになっております。はい、なので義陣営武将を集めている場合はですね、ソウソウがかなりおすすめなキャラクターになっております。はい、なので、無限の塔のね、この義の縛りとかだとね、
めちゃくちゃ役に立つキャラクターだよっていうことをね、皆さん覚えておいてください。で、最後に蔡文姬ちゃんなんですが、ここはですね、私が好きなだけといえば私が好きなだけなんですよね。うん、なので火力とかが足りなかったりしたら、火力のキャラクター、まあ大井ちゃんとかね、あの辺を入れてあげるといいのかなっていうふうには思います。で、私的には蔡文姬ちゃんを入れたいというね、私の欲望のままに入れているんでね、ここは自由枠として皆さんのお好みでね、入れてください。はい。でも蔡文姬ちゃんおすすめだよ、なんとなくね。ということでね、塔の方を登っていきましょう。はい、ということでね、実際に塔の方を登っていきたいと思います。うん、もしかしたらね、このキャラクターたちだと、火力が足りなかったりしてしまう可能性があるので、まあ、その辺はね、皆さん調節しながらね、使っていただけるといいのかなと思います。はい。ただね、この宗神っていうキャラクターですね、モーション意外と早いんですよ。このなんかさ、鉄球みたいなんで行くから、ちょっと遅いキャラクターなのかなって僕個人的には思ってたんですが、全然ね、キャラクターのモーションも速くて強いキャラクターになってるんで、皆さんにちょっとおすすめだなと思ってね、今回ね、連れてきました。うん。で、さらに言うと、やはりですね、このダメージを受けないっていうのがかなり強いんでね、うん、まあ、確率にはなってくるんですが、それで蔡文姬ちゃんと合わせることによって、みんながね、生き残りやすくなるっていうところだね。それがめっちゃ強いかなと思いました。うん。で、さらに曹操を加えることによって相手を凍結させることができるっていう感じですね。はい。なので、まあ、ちょっとね、皆さんにはどうかなと思ってね、おすすめさせていただきました。うん。まあ、僕的にもね、この義に関してはかなり悩んだんですよ。うん。正直ね、そこまでね、こいつが絶対に必要だ、こいつが確定だっていうキャラクターがいないんですよね。まあ、それこそさ、カコートンだったりがさ、あんまりさ、強くないじゃん。その毒属性がいないと効力を発揮できないっていう部分でね。うん。まあ、キャラクター自体は強いんだけど、この義陣営の縛りになると、どうしても強さを発揮してくれない。っていうところがね、かなり問題だったんだよ。うん。なんで、義陣営がかなり難しかった。うん。なんで、まあ、いろいろね、考えた挙句、まあ、このキャラクターたちになったというのが、私的にはね、おすすめですね。うん。なんで、皆さんのおすすめ武将たちもぜひね、このコメント欄にどんどん入れていっていただけるといいのかなと思います。はい。まあ僕的にはね、この3人が一番いいかなと思いました。で、おそらくなんだけど、多分一番問題は蔡文姬ちゃんだと思うんだよ。うん。まあここに関しては本当に、みんなの好みで入れてくれっていう感じなんで、みんなの好みで入れてください。はい。僕は蔡文姬ちゃんがどうしても好きなんで、入れちゃうな、やっぱり。どうしても入れちゃうんですよ。はい。ということでね、まあ、そこは自由枠です。蔡文姬ちゃん自由枠なんで、好きなようにしてください。うん。まあ、でも、みんなどうなんかな？義陣営。うん。マジで義陣営が一番悩むと思うんだけどな。うん。実際ね、考えるの難しかったもんね、相当。で、なんで悩んだかって言ったら、結構侵入時の効果とかのキャラクターが多かったんだよ、義陣営って。だから、短期決戦向きなんだけど、まあ、いわゆる闘技場とかだといいんだけど、こういう塔になると、どうしてもさ、まあ、ウェーブがあるというか、倒した後に敵が出てきて、で、また敵が出てきて、みたいな感じになるじゃないですか。うん、まあ、そういったことがあるので、まあ、少しね、ちょっと難しいなっていうのを考えてました。うん。だからね、まあ、最適解って言われたら最適解でもないような気がする。まだやっぱ考える余地はあるような気がするんだけどね。まあだけどね、自分的にはこれなら結構進めるんじゃねえかなと思ってね、今回、作らせていただきましたんで、うん。ぜひ皆さんのちょっとおすすめとか、まあ、この武将いいよとかね、なぜこの武将がいいよとかも教えてくれたらすごい助かります。うん。やっぱね、すべてをね、見ようと思って難しいんだよね。固有戦法でどうしても、見てしまう部分があるんで、まあ、固有戦法以外にね、このキャラクターのこういうとこが強いですっていうのを教えていただければね、すごい助かります。はい、よろしくお願いします。てか、そろそろさ、新キャラの情報が来てもいいんじゃねえかなと思うんだが、どうだろうね。うん、新キャラ来ると思うんだけどな。うん、あとプラス専用武器どうなったんだろうな。あれも待ってんだけどなかなか来ないよね。うん、ということで運営様、早く専用武器お願いします。専用武器どうなるんだろう。ガチャで引くのかな。
それとも普通になんかで手に入ったりするのかな。うん、まあちょっとわかんないんですがね、楽しみに待っておきましょう。はい、ということでね、今日はですね、この義陣営のおすすめ武将をねお話しさせていただきました。このね、無限の塔を登ることによってかなり美味しい報酬をいただけるんでね、今のうち皆さんも、登っておいてください。はい、ということで本日の動画は以上になっております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。